三村千代子は日本の女優。本名は牛原千代、旧姓は三村。夫は映画監督の牛原宇津彦、長男は同じく映画監督の牛原洋一、孫は元女優の牛原千恵。堅実で庶民的な女優であり、牛原の監督による京ヘル剣議での勝見洋太郎との講演や、二つの魂など多くの牛原作品への出演。 釈光でのクリシマスたちとの共演で知られる、神奈川県横浜市元町出身、横浜元町の口入れ屋の孫娘として誕生した。祖母が元芸妓で三味線を得意としており、その影響からか、9歳の頃から、新派の高田実一座や村田正夫一座の芝居に、小役として出演していた。1920年に、松竹記念孫名会社が設立され、 小竹蒲田撮影所の監督となった過去山武の推薦により小竹に入社した。初主演は呪いの巫女だが風切りが遅れたためデビュー作は同年の悪魔の崖である。映画視野の田中純一郎によれば舞台出身の割に演技は写実的と評価は上々であった。同1920年6月7作目である酒中日記は田中純一郎により 小柄で派手な顔ではないが、演技力は確かと評価を受けて、庶民的な女優としての地位を得た。同時期に映画監督となった、牛原宇津彦は、千代子の役柄に対する理解力と、それを素早く表現に移す才能に惹かれ、自身の作品の主演女優として起用した。山へ帰るでは、クリシマスミコとの共演で好評を博した。続く、狂える剣技では、 全てを視覚に頼るサイレント映画であり、千代子の巧みな心理表現でそれを成功させた。地方ロケ中に牛原が倒れ、千代子が彼を看病したことがきっかけとなり、1922年10月に結婚した。その後も狼の群、子供の世界、漂白の琵和紙など、牛原の作品に出演し続けた。性格描写に優れ、涙の名女優とも言われた。 1923年に関東大震災で被災し、妊娠中のみで神戸へ避難した。戦場で台風に遭い、ずぶ濡れになりながらも、港で三村千代子だと騒がれる一幕もあった。1924年に長男の陽一が誕生した。その後は徐々に女優としての活動を縮小し、1927年の急増老人を最後に引退し、家庭に入った。 東京のハス沼で繊細に会い、世田谷の南から須山に移った。私生活では四男和ずに恵まれながらも、うち三人が死去する不幸にも見舞われた。1974年1月2日、脳一血により、万70歳で死去した。夫の牛原は当時まで存命であり、長女によれば、亡くなる日まで父と幸せに暮らしておりましたという。母妃は、 東京都オタク学園院にある、女優の鈴木光恵は、千代子の母方の親戚にあたる。光枝だが、女学校を退学後、女優になろうと考えて、鈴木家を訪ねた。千代子は、光枝だが貧乏なら、引き取って女優にしてもよいが、稽古時も習っているような一人娘に、辛抱できるような仕事ではない、芸事が好きなら踊りの師匠にでもなればよいと、ひどく説教した。 三枝はそれまで、なんとなく、女優を目指そうと思っていたものの、このように強い説教を受け、かえって女優への決意を新たにしたという。他、多数、ありがとうございます。